また女の子が。なんだこの辺りの魔物もだいぶ退治できたし、でも置いていくわけにも。どうぞ。飲めば傷が治るので。まさか。不安ならまずは俺が飲んでみますけど。私はルナだ。ルナはなんでこんな危険なところに。私はその私と目的は同じだったようだな。お風呂に入る。お風呂。湯加減はどう。こんなものを持ってるなんて。ただ依頼でここに来ているだけだし。私の修行に付き合ってくれないか。私も一緒に修行したいのだ。すごいじゃないかルナ。まだまだ任務を果たすにはもっと。ルナは修行熱心だな。今日まで本当によくしてくれた。ルナに教わることが多かったよ。なんで今日は一番風呂を譲ってくれたんだろう。ルナ。